久しぶりです。大輔さん、これどうしたんですか？左手。危ない危ない。ベッドから落ちて、不幸にもひびが入ってしまいました。今は薬を飲んで痛みをこらえてます。やっぱり家にいるとね、退屈で痛みばっかり気になるんですけれど、今日は日曜日、日曜日といえば競馬です。大喜び。今日は札幌11レースに2番、8番、10番馬券買ってるんですね。レースが楽しみですね。この後ですかね。痛みを吹っ飛ばしましょう。大穴狙いで。